どうも。はい、今回ですけども、今日はですね、10月にですね、買ったものがいくつかあるんで、そちらを紹介したいと思います。はい、ということで、まあ、前回ですね、Vivのダウンを紹介した際に、まあ、シャツも買ってますよっていうことで、まだ届いたら紹介しますということで、やっと届きましたんで、まずはそちらを紹介したいと思います。で、今回買ったのがこちらですね。はい、2色、買いました。はい、これが、なんていう名前だ。Vivの、ヴィンテージチェックドレープフランネルシャツですね。はい。で、お値段が、5500円だったかな。5500円。で、まあ、2枚買っても1万1000円ですかね。はい。これが一応結構寝るシャツ？ああいうなんかオンブレシャツの柄使ってて、かなり好みな色、柄だったんで、試しにちょっと 2色、買ってみました。本当は1枚だけにしようかなと思ったんですけども、どちらもカラーが良かったんで、2つ買いましたね、今回。はい。で、まずこれが、まず1点目と、で、2点目がですね、こちらですね。フリースをちょっと今回新しく購入しました。はい、こちらになります。まあなんかシンプルな感じの、フリースになるんですけども、これが一応ダイワですね。ダイワピア39の、フリースになります。はい、まあ今期の新しいやつですね。で、ダイワだと結構これ、初のフリースみたいで、で、まあデザインもシンプルだったんで、ちょっと一応こちらも買ってみました。はい。ということでですね、この、2点買ってみましたんで、こちらをですね、ちょっと、よいしょ。紹介したいと思います。で、とりあえずシャツ開けてみようかな。シャツ。まあ今これ、ドゾタウンで見ても普通にいっぱいあるんで、まあ、普通に買えるのかなっていう。今日はフランネルシャツなんですけど、素材がレーヨンとポリエステルな感じの素材ですね。はい。で、こんな感じで、この色いいなぁと思ってですね、この色めっちゃいい。なんかこういう、なんていうんですかね、よくオンブレシャツのなんか、定番カラーみたいな感じの、この青とかグレーみたいな、この色見た瞬間、あ、これめっちゃいいなぁと思って、で、これ買っちゃいましたね。はい。で、続いてが、もう一個、ブラックですね。まあ今、ほんと、ちょっと寒いとか、そんな感じぐらいの天気候なんで、ちょうどですね、ほんと、シャツ類、T シャツの上にシャツを着るみたいなのが、ちょうどいい感じなんで。はい。で、ブラックこんな感じですね。ブラックもこんな、結構シンプルで結構綺麗めな感じのシャツですね。はい。2色買っちゃいました。まあ肌触りも結構ですね、ほんと、なんか、いい感じですね。そんな本当にパッと見ほんと安そうに見えないですね。これでまあ5500円なんで、いいんじゃないかなと思ってですね。かなりこれ、特にこのグレーとこの青、の色なら、マジでこれ、いいなと思ってですね。はい。で、これがシャツで、で、フリースですね。ちょっと、紹介すると難しいんですけど、まあこんな感じの、まあ本当にシンプルな感じ。これなんか2000年のアウトドアブランドをなんかベースにデザインして作ったっていう風に感じなんですけども、本当にシンプルで、この肘のとこにこういう風に生地書いてたりですとか、まあ、あとはこの辺か。肩の部分だとか。あとはポケットがシンプルにここと、あとここにあるような感じ。で、裏がですね、裏が、これパッと見台和感ないんですけども、裏にですね、ポケットがいっぱいついてるような感じで、裏見ていただくとですね、あ、台和だっていう感じがしますね。はい。じゃあちょっと全部ですね、一回着用して着てみたいと思います。はい。ではですね、着用するとこんな感じになります。で、私が、身長173センチの、体重が74ぐらいで、サイズが M になります。M でこんな感じですね。まあ、もともと台は身幅でかいんで、かなり、まあ、ゆとりがあるかなっていうところですね。まあ、着丈はそんなに割と長くないんで、まあ、自分の体型だと M でいいのかなと思います。
はい、まあ、形はやっぱシンプルで、こういう、ね、肘の部分にこういうふうに補強されてたりですとか、あと肩の部分ですとか、まあよくあるアウトドアブランドにあるようなデザインですね。はい、であとここにポケットがあって、あとここにもポケット、ポケットの手入れるとそんななんかあったかいような素材にはなってないですね、ポケットは。はい、でこれ見ると、あ、一応ここにもポケットの一応ジップはこっちについてまして、あとドローコードもちゃんとサイドについてますんで、ちゃんと縮めれたりできますので、はい、でこれだけ見ると、まあ、普通の、まあ、どこにでもあるようなアウトドアブランドのフリースになるんですけども、で生地も、まあ、最近多いのはリサイクル素材ですね、なんていうんですか、リサイクルのフリースが多いのでポーラテックとか絶対使うとこないですよね最近、なんでその辺は微妙なところですけども、あと腕がこういう風になってますね、こういうゴムになってる感じですね。はい、であとこれをチャックを開けると、まあここですね、このサイド面がすごい、これちょっと見にくいかな、ポケットがいっぱい付いてあるね、ここにポケット、ここにポケット、ここにポケットみたいな、裏が大和感がいっぱいあるって、ポケットがめちゃめちゃ付いてるって感じですね。ちょっとなんかこれなんか引っ張って見にくいかな、裏にポケットがいっぱいあるみたいな感じですね。はい、こんな感じですね。なんで、まあ、正面から見ると全然大和感ないんですけど、ここ開けるともう大和って感じですね。はい、でこれが初めこんな感じでだったんで、これ裏返すとどうなんかなと思ってですね、もしかしてこれリバーシブルになってたりしねえかと思ったんですけど、リバーシブルじゃないんですよね。はい、これ裏返すと、裏返すと、こんな感じですね。ちょっと持つとか、裏返しちゃうとこんな感じですね。まあこれも裏返してアウターみたいになればいいんですよね。裏返してもアウターじゃないんですよね、こういうのが出てたりとか。あと何て言うんですか、この後ろの部分がメッシュになってるんで、こんな感じでメッシュになってるからないですね。あと腕のところまでちょっとメッシュがこんな感じになってるんで、そこがちょっと自分的にあんま微妙なところだなと思いました、この腕の部分がちょっと。はい、まあそれ以外は別にいいんじゃないかなと思いますね。まあ、ただちょっとお値段が結構なかなか高いんで、39,600円だったかな確か。はい、なんでちょっと高いかなと思いますね。まあシンプルなデザインでいいのかなとは思いますけども、はい、まあ、ただちょっと今回初のダイワのフリースってことでどんなもんかなと思って買ってみましたね。はい、もう一個カラーがグレーっぽいカラーがあるんで、まあ、今オンラインとか見ても割と残ってるんで、まあ普通に買える感じですね。まあそれほど昔ほどはそんなにダイワの部分も去ったのかなっていうところですね。まあ、好きな方は多分買ってると思いますけど、はい、では続いて、シャツも着てみたいと思います。はい、ではですね、チェックショットこんな感じになります。で私が、身長173センチの体重が74キロぐらいで、サイズが M になります。 M でこんな感じですね。はい、ちょうど自分の体型でちょうどいいサイズですね。はい、まあ、結構やっぱ柄も自分の好きな感じですし、いいかなと思いますね。まあ、ただこれフランネルっていう割には生地はやっぱ薄いっすね。そんなめちゃくちゃあったかそうな感じもしないのかなっていうところですね。見た感じは、あ、見た感じが触った感じですね。はい、まあ、ただ今回本当デザインか、デザインでほぼ買ったようなもんですけども、まあ、普段本当私服なんで、毎日なんか私服だとですね、そんな高いのもそんな毎日着れないんで、まあ、これぐらいの値段で、で割とパッと見た感じ安そうに見えないような服っていうのを結構探しててですね、まあ、ちょうどこのウィムがいいのかなと思いますね。結構前買ったやつもよく着てるんですけど、まあ、結構あこれいい感じのシャツですねって結構言われるんで、そんなに安く見えないんですよね。はい、なんで結
構おすすめっちゃおすすめですね。値段安いんで。はい、こんな感じです。はい、では続いてもう一個着てみたいと思います。はい、では続いてグレーですね。グレーを着るとこんな感じになります。でサイズもさっきと一緒で M ですね。はい、まあ、パッと見た感じ本当にそんな安そうには見えないのでかなりいいんじゃないかなと思います。コスパがよく、はい、柄もなんか本当いい感じの青とグレーな感じで、まあ多分こういう色って多分よくメジャーな感じの柄だと思うんですよね、この色。はい、まあこれでまあ5500円ならまあいいんじゃないかなと思いますね。本当普段使いだったら本当にコスパはいいんじゃないかなと思います。はい、ではこちらで以上となります。はい、ではいかがだったでしょうか。まあ結構ですね、調子こですね、最近ネットサーフィンしてですね、なんかいいのないのか探したらすぐポチって買っちゃうんですね。まあちょっと年末に近づくにつれ、まあ本当ポチってしまうっていう感じでですね、やっとなんか最近なんか物欲が出てきたというか、なんかいろいろ欲しいものがあるんですけども、まあただちょっとやっぱり高いものだとそんな買えないんで、まあなるべく安く、見栄えが良くて、普段使いに使えるような、そういったのをですね、探してまして、で、ちょうど結構最近このウィムが合うんですよね、価格といい、使い勝手といい、サイズ感も結構自分の好きな感じで、ちょっとゆったりしてるような感じだし、なんか極端にすごいオーバー目ってわけでもないですし、なんか絶妙な感じで、で、あと、まあ、例えばこれシャツ類でしたら、こういう、なんていうんですか、こういう柄っていうんですか、なんかこれ、いいなっていうような柄が結構出たりするんで、まあ、それで、買ったりしますかね。まあ、去年は全然、全く、ロンティーぐらいですかね。初めてロンティー買ってみて、悪くないなと思ったぐらいで、そこまで気にはなってなかったんですけど、はい、買ってみて、まあ、かなり、ユニクロで買うんだったら、こっちの方が被りに、まあ、他の人と被りにくいかなっていう、あんまり着てる人見たこともないですし、自分も。はい、っていうので、で結構、いろんな人に、なんか、すごいいいシャツ着てますねとかなんか言われたりするんで、いやでもそんな高くないですよっていう感じで、別にそんな高いシャツじゃないんですけど、なんかやっぱ多少なんか高見えってそんな安くは安っぽくはないんで、はい、で結構気に入って買ってますね。まあやっぱり安くて使い勝手いいやつがいいと思いますんで、で最近ちょこちょこゲンジさんのチャンネルをチェックして見てたりはしますね。はい、であとは他にもないかなっていうことで、またいろいろまあZOZOタウンだとかなんかいろいろ探してまあ今なんかまたちょっとこれも買おうかなとかいろいろ検討してるものもあるんで、まあそういうのも買ったらですね、またちょっと動画でまた紹介したいと思います。はい、ということでこちらで以上となります。はい、ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。では、さようなら。